と心配させちゃうかもしれない声なんだけど、ちゃんとね、病院に行って、全然ね、長時間じゃなければ喋っても大丈夫って。でも、草じゃないんだよ。病院もちゃんとね、行ったから、みんなね、心配しないでほしいんだけど、多分ね、まだちょっと、心配させちゃうような声。可愛くなったじゃないんだよ。全力で出しても、これぐらいの声量が限界だから、今すごいね、マイクに近づいているんだけど、あ、声高くなった？本当に？いつもより可愛いとか言うなよ。傷つくんですけど。やっぱあとなんかね、やっぱ腫れてるみたいでさ、もうさ、最近ウィダーインゼリーとかしか食べてなくてさ、なんかすごい生かされてんなって感じた。なんだろう、こう毎日さ、なんか味は変えてるんだけど、ウィダーインゼリーもさ、いろいろ味があるでな。味は変えてるんだけどさ、もうさ、全部同じ味に感じてきて最近。おー、こう生かされてるって思った。待って、声そんなにおかしい？笑うなよ。え、声そんなにおかしい？あ、相当違うな。ちょっと違う。あ、そうでもない？少し高くなってる。あ、咳しなくなるこれ。これでろ？入れ歯してるの聞こえる？じゃ、入れ歯してるのかもよ。痛みはね、そんなに長かった。もう初日がすごい痛くって、なんかその薬飲むのも痛いし、咳するのも痛いし、あの唾飲むじゃん、みんな唾飲むのも痛いし、で、あのさ、唾飲むのってさ、別に意識してなかったんだけど、唾飲むのが痛いから、なんかそう考えるとさ、なんかあんまり唾飲むのやめようとか考えてたらさ、なんかすごいさ、なんか唾液が出るようになっちゃって、あ、なんなんあれ。意識 してるとさ、余計に出るんだから、あの唾液なんなんあれ。でも飲まなきゃいけない、ペってさ出してもいいけどさ、なんか出すのに抵抗もあるしさ。え、そう、あのさ、聞いて、もうさ、あの傷口とかを舐めるといいとか言うじゃん、舐めるといいとか言うじゃん。ってことはだよ、唾液をいっぱい飲んだ方が喉の腫れにこう唾液がダイレクトアタックしてすぐ治るのかなって思った。あ、ダメなんだ。あ、ダメなんだ。もしかしたらさ、このままさ治らなくてさ、もうさ、一生みんなと話せないのかなって思ったらさ、なんか、なんかさ、そういう悲しい気持ち、なんかね、ネガティブになっちゃって、なんかね、その、今日、こうやって配信撮ることによって、みんなにまた元気をもらって、補充したいなって思ったの。Hey guys, thank you, I'm voice.I'm a voice. Mission impossible. Sorry. I love you. Hi guys. I'm. this. Okay. Okay. 首長くね。いいの。Okay. Thank you. Wow, guys.大丈夫？怖いね。いや、しょうがないよね、これは。しょうがないね。